はい、皆さんこんにちは、こんばんは、そしておはようございますの方はおはようございます。中村平です。本日はキング&プリンスリターン行かせていただきます。はい、キング&プリンス、過去にね、出しました動画パート1、パート2合わせてですね、再生回数なんと5万回を超えるというですね、僕もチャンネルの中では、まあ、相当に再生していただいている動画になるんですけども、やはりですね、今月、X デーがね、来るということで、やはりその前にもう一度、分析の方をですね、何かしてもらいたいというご要望の方を結構いただいていたんですよ。僕としてもですね、やはり、キング&プリンスはこのコンビ企画ですねにおきまして、まあ一番最初にですね、まあコンプリートさせていただいた、グループになりますので、僕の中でもね、思い入れというものは相当にね強いものがありますので、今回、改めて分析の方をねさせていただきました。今回ですね4つ、注目してお話のをさせていただきたいと思います。まず1つ目、エネルギーポイント、そして2つ目、奇跡のリーダー、そして3つ目、奇跡のセンター、そして最後4つ目、勝手に職業診断、こちらをお話しさせていただきます。このチャンネルは個性心理学、動物占い、そしてその応用になります5アニマルを私中村雄平視点で分析お話をさせていただくチャンネルとなっております。皆様のですね、日々の人間関係、そして自己分析にとても役に立つと思いますので、ぜひ一緒に楽しく学べたらと思います。最近はですね、公式 LINE アカウント、こちらの方を設立いたしました。皆様のより濃い、より深いご質問にお答えできるように、設立の方をしましたので、こちらもですね、動画を見た上でぜひ、ご興味のある方はご登録の方よろしくお願いいたします。それでは今回も参りましょう。よろしくお願いいたします。はい、それではまずは1つ目、エネルギーポイント、こちらですね。このね、エネルギーポイントというものをまだ知らないという方は、過去に出しましたこちらの動画、こちらをですね、ぜひ、ご覧ください。このエネルギーポイント、その人が、まあ、いっぱい動く、たくさん動くことによって、そのエネルギーというものがいい方向に循環していく、もしくはその逆に、自分のペースを大事にして、もっとですね、余裕を持って行動していく、それによって自分のエネルギーというのが上がっていく、まあこういった数値による違いというものが実はこのね、個性心理学動物占いにはあるんですね。でその見方というのは、まあ表面、本質、意思決定というこの5アニマルにあります、この場所の合計数値ですね、これによって決まってくるというものになります。ペガサスが1、そしてトラが12というですね、まあその数値の幅から、まあ合計でそれが3つになりますんで、3から36というね、まあこういった幅の中になります。まあその中で今回のキング&プリンス、改めてその5人のですね、エネルギーポイントを調べてみたところ、非常に面白い結果が出たんですよ。と言いますのは、はい、最初に言いましょう。なんと、この5人全員がエネルギーポイント20を超えてるんですね。はい、これは本当に僕はびっくりしました。っていうのは、やはりそのグループの中でこの数値というものはばらつきというものがもっとあるんですよ。やはりこの3から36までありますので、それの半分より下、半分より上っていうのは当然のように分かれてくるっていうものになってくるんですね。しかしこのキング&プリンスは全員がそれが半分より上という数値が綺麗に出たので、僕はこれは非常に面白い、まあこれも一つの奇跡ではないかなというふうに思いました。平野翔さん23ポイント、永瀬廉さん22ポイント、高橋海人さん23ポイント、岸優太さん28ポイント、そして神宮寺優太さん20ポイント、これは非常にすごいと思います。これによって全員がめちゃくちゃにアクティブに頑張っていっても、同調が取れるっていうね、誰一人としてそこから脱落しないというのが起きているというのが、この5アニマル上では、まあ実証されたんじゃないかなということで、僕としてはですね、これは非常に面白く皆様にご報告したいなというふうに思いました。いかがでしょうか。そして次に2つ目、リーダーの奇跡。これですね。で、これは何を言ってるのかと言いますと、
一応ですね、この King&Prince、リーダーは岸優太さんというふうになっております。で、僕がね、今一応と言ったのもですね、ちゃんと高橋海人さんがそれを説明してくれておりまして、まあとりあえずリーダーというふうに言ってるんですけども、それもやはりこのね、King&Prince の皆さんの優しさということで、まあね、やはりリーダーを結構その記者会見で、その場で決めたというふうに、僕はですね、一応存じ上げてるんですけども、やはりそこでね、そういうふうに決まったものなんで、難しかったらいつでも誰でも交代できるようにということで、とりあえずリーダーというですね、なんともね、民主主義なキング&プリンスらしい決め方になっているんですけども、一応そのね、リーダーは岸優太さんというふうになっております。で、この5人の特徴を改めて見たときに面白い結果が出ました。って言いますのは、このキング&プリンスのメンバーの岸優太さん以外の4人は全員状況対応型がかなり強い人たちになるんですね。これは、僕のですね、過去の動画、コメント返信動画の、8回目ですね。そちらの中で、ファイブアニマルの新規軸という内容でお話をしております。で、その人の中に、この目標思考型、そして状況対応型という、この2つの、特徴がですね、混在していまして、それが数値で割り出すことができます。本質が 50%、表面、意思決定、希望がそれぞれ 10%、 そして隠れは 20% という数値の配分になっております。その合計が 100% ですね。で、これにおいて先ほど言いました岸優太さん以外の全員が状況対応型寄りなんですね。で、この状況対応型というのはその名前の通り状況に対応していくというタイプになってきます。で、その反対の目標思考型というのは先にゴールを決めてそこから逆算して物事を考えていくという、こういったキャラクターになってきます。で、そのですね、この5人を見た時にまず平野翔さんはなんと状況対応型 90% になるんですよ。平野翔さんの中で目標思考型に当たる動物は意思決定の猿のみです。なので 10% が目標思考型、残り 90% は状況対応型という風になっております。そして次に永瀬廉さんは目標思考型 30%、 そして状況対応型 70% になるんですね。永瀬廉さんの中の目標思考型は意思決定、そして隠れの虎、これがそのキャラクターになります。そして次に高橋海人さんは同じく目標思考型 30%、 そして状況対応型が 70% という風になっております。高橋海人さんの中では希望の狼、そして隠れの黒ヒョウが目標思考型になるんですね。目標思考型、白思考は全部が目標思考型になります。そして大物思考は全てが状況対応型になります。その中で人思考だけは半分ずつに分かれるんですね。小鹿とタヌキは状況対応型、そして黒ヒョウと羊は目標思考型という風になります。これはぜひね、覚えてみてください。そして神宮寺優太さんですね。神宮寺優太さんもなんと同じく目標思考型 30%、 そして状況対応型が 70% という風になっております。神宮寺優太さん、表面の羊、そして隠れの狼、ここが目標思考型、そして残りが状況対応型という風になっております。はい、ここまで4人がやはり状況対応型というタイプに偏っているのが分かりました。で、岸優太さんですね。岸優太さんはなんと平野翔さんとは逆で目標思考型が 90%、 状況対応型が 10% という風になっています。はい、希望の像だけが状況対応型、残りが全て白思考になる岸優太さんは目標思考型が 90% という風になるんですね。で、これが僕の中でなぜリーダーの奇跡という風になったか、それはですね、僕の中のこれは勝手なイメージと印象になってきます。なのでですね、あくまで中村雄平の意見として聞いてください。この岸優太さんというものをリーダーに置くことによって、先ほど言いました先にゴールを置くというね、こういったことができるんですよ。で、そこから逆算的に物事をこなしていくという位置づけ、それが僕の中ではリーダーとしては非常に適した存在ではないかなというふうに思ったんですね。で、これは目標思考型という特徴により、そこに
ゴールを置くことによって非常にこう太いね柱のような感じがしたんですよ。で、しかもですね、この岸豊さんは今出ました柱というふうに言いましたが、はい、このファイバーニマルにも柱というものが存在します。表面、本質、隠れというこの3つを柱と呼ぶんですね。で、この柱も全てが目標思考型であるというのは岸優太さんだけなんですよ、キング&プリンスの中で。なので岸優太さんはその、物事の決め方、そして自分の在り方というものも非常に芯がある方、僕はこのように感じることができました。しかしそれを岸優太さんというのはご利用ししないんですよ。っていうのは表面、本質、意思決定、そして隠れ、希望に至るまで全て岸優太さんというのは非常に民主主義的な動物なんですね。全体の和を重んじる、みんなの意見を尊重するということができる動物のみで岸優太さんはできていますので、このリーダーという役割においては僕はその偶然のように決まった感じかもしれませんけども、本当に奇跡的な配置だと思いました。いかがでしょうか。はい、そして3つ目、センターの奇跡、これですね。はい、リーダーの奇跡に続き今度は何ぞやっていう感じになるんですけども、はい、キング&プリンスのセンター平野翔さんですね。おいおい、ちょっと待て、永瀬廉もいるぞというね、こういった声が聞こえてくるんですけども、ちゃんと、後でですね補足の方させていただきますので少々お待ちください。まず最初にですね、平野翔さんをセンターに置くという体でお話のお勧めさせていただきます。よろしくお願いいたします。で、これで今度面白いなというふうに思ったのが、平野翔さん以外の4人ですね。この4人の意思決定の動物に僕は注目しました。で、それが何だったかと言いますと、この4人が全員指揮官型で共通してるんですね。はい、指揮官型わからない方いらっしゃいますか。過去の動画こちらをですねぜひご覧ください。4分類多分類編という風に僕が命名させていただきました。アイデア型、そして突撃型、そして指揮官型、そしてフォロー型、この4つに分類されるものになっております。その中でタヌキ、トラ、ライオン、この3つを指揮官型と呼んでいるんですね。で、ここがこの平野翔さん以外の4人が全て同じなんですよ。永瀬廉さんはトラ、高橋海人さんはライオン、岸優太さんはトラ、神宮優太さんはタヌキという全員が指揮官型になるんですね。ではこの指揮官型とは何か。指揮官型は一歩引いて全体を見回し、そして人に対してこう配分、差配をしていくというのが得意なキャラクターになってきます。ということでこの4人は一歩引いて客観的に物事が見られる、そして全体を見て受け止められるという非常に器の大きいものをその意思決定に持っていらっしゃるんですね。で、意思決定というのはその物事をやはり決定する、大事な場面で大きな判断をするという時に出てくる動物になってきます。それがなんと4人全てが共通意識として持っている、共感できるというものは、僕はこれは決して小さいものではないんじゃないかなというふうに思いました。で、そしてそういった視野を持っている4人のセンターにこの平野翔さんがいる、これが非常にそのセンターの在り方として面白いなというふうに思ったんですね。っていうのは平野翔さんというものは本質こそタヌキで、先ほど言いました指揮官型で皆さんと一緒なんですよ。しかし意思決定は猿、突撃型なんですね。前に突き進んでいくというものがその特徴になってきます。で、他のこの表面の小鹿、そして隠れの小鹿、そして希望の像、ここも物事に対して突き進むという性質がある動物になってきます。なので僕はその平野翔さんが向かっていくものをこの4人がいい感じで、まあ、サポートする気質がある、まあ、そのようにね僕としては感じることができて、この平野翔さんをセンターに置いた時のその関係性、その配置、配分っていうんですかね、それが非常に面白いなというふうに思って、これも本当に奇跡的だなというふうに僕の中では思いました。はい、ではそれではですね、今度永瀬廉さんもセンターやっとるぞとね、まあそれをですね僕もこの情報を喋っていて知ったんですけども、では永瀬廉さんをセンターに置いた時にどうなるかというものを考えたんですよ。で、これも非常に面白いものが分かりました。これ皆さんですね、平野翔さんと永瀬廉さんのファイブアニマルをもう一度見てみてください。なんと
同じ動物が3つも入ってるんですね。それは小鹿、タヌキ、ゾウ、この3つになります。で、しかもその動物が入ってる場所が表面、本質、希望、この位置まで一緒なんですね。それが入れ替わってるだけなんですよ。なので平野翔さんと永瀬廉さん、その配置こそ大きく違えども、共通するもの、共感できるというものはなんと3つも持っているんで、これは絶対に少なくないんですよ。大きいと思います。なのでそこがですね、平野翔さんと永瀬廉さんが入れ替わった時、センターというのは変わった時も、僕の中ではそれはありなことなんではないかというふうに僕としては思いました。なのでこの永瀬廉さんがセンターをするっていうのも、これももちろんですね、いろんな事情っていうものはあると思いますが、あくまでです、このファイブアニマル上で見たとしたら、あり、非常に面白いんじゃないかなというふうに僕としては思いました。皆様、このセンターの奇跡いかがでしょうか。はい、それでは最後4つ目、勝手に職業診断、これですね。これなぜいきなりそんな職業診断が出てきたかと言いますと、僕はですね、先ほども言いました、公式 LINE アカウント、こちらの方でですね、改めて皆様の、濃い深い質問を答えていく中で結構あるんですよ、職業診断。自分がどんな仕事が向いているかというものを結構聞かれるんですね、っていうものがあり、で、そしてですね、このキング&プリンスというものをまた見直す上でも、今後、どういったことをしていくのが、彼らには向いているのでしょうかという、そういったご質問の方もいただきました。で、もちろんですね、ここから話すのは僕の勝手な分析、勝手な意見になりますので、あくまで、楽しみの一環、参考の一環ということで、見ていただけたらと思います。そしてぜひ、ご自身のね、動物と被るものがありましたら、その上でも、参考にしていただけたら非常に幸いです。よろしくお願いいたします。それではですね、分析のさせていただくんですけども、まず平野翔さんは、僕はですね、で、職業といってもピンポイントでこれだっていうわけではなくて、あくまで方向性という話でお話の方を進めさせていただきます。で、改めですね、この平野翔さんなんですけども、瞬発力が活かせるもの、このようにですね、僕としては思いました。かなりですね、ぼんやりした意見だなというふうに思われた方もいらっしゃるかもしれませんが、こんな感じでですね、僕としては答えさせていただいております。で、こう思ったのは、平野翔さんはですね、僕はですね、やはり天然キャラというところですが、僕も非常にね、大好きで可愛いなという思うところなんですけども、あれはもっとじゃあしっかり考えたら、そのね、天然というものが出てこずにしっかりした答えが出てくるのかというふうになってきた時に、そういうわけではないんですよ、平野翔さんという場合は。それよりも平野翔さんは周りから来たものに対して、この瞬発力というもので答えていくところが、僕としては非常にその良さというものが活かせるのではないかというふうに思いました。っていうのはですね、相手から来る意見に答える、ここは本質のタヌキになります。で、そして瞬発力というふうに言ったのは意思決定の猿なんですね。で、平野翔さんがここに猿がいることによって、その頭の回転というものは、天然要素というフィルターを通しますので相変わらずになりますけども、僕としては向いている、そして苦ではないんじゃないかなというふうに思ったんですね。で、さらに表面は小鹿、隠れにも小鹿という非常に愛されるキャラクター、プラスタヌキ自身も周りから愛されるキャラクターになっておりますので、瞬発的な回答というもの、瞬発的な対応というもの、それに対して周りが嫌に思わないんですよ。なので瞬発的な対応、これが向いている。で、それはその場限りで終わっていくものではないと僕は思うんですね。さらに言いますと、っていうのは希望の像なんですよ。ここに希望に像がいることによって、その瞬発的にやる対応、行動なんですけども、そこに精度というものが僕はですね、備わってくるんじゃないかなというふうに思いました。はい、ゾウさんの大きな特徴、それは何かと言いますと、職人気質ですよね。はい、ゾウさんというものはその物事に対してしっかりと突き詰めるんですよ。雑にしないんですね。なのでそれを希望に持っている平野翔さんなので、常に自分のやることの精度というものは高めていきたいというふうに思っているんですね。で、しかも本質もタヌキなので、高めていく、コツコツ自分を上げていくということは意識されていると思うんですよ。で、そこにその瞬発力、瞬発性というものが備わってきますので、これからそういった経験を積めば積むほどに、より
面白いもの、そしてよりいいものができていくんじゃないかなというふうに僕としては思いました。そして次に永瀬廉さんですね。永瀬廉さんは人と関わること、このように思いました。まあまたですね、ぼんやりしてるなというふうに思われたかもしれませんが、これから補足の方させていただきます。そういうふうにね、まず思ったのはですね、永瀬廉さんは非常に社交的な動物に囲まれてるんですよ。まず本質の像により全体を見合わせる、そして意思決定の虎、隠れも虎、これによってやはりその視野の広さが出てくる。でプラスここに表面希望が等しくなので、永瀬廉さんは人とのコミュニケーション、人を気遣う、その心配り気配りというものが非常に得意できる方じゃないかなというふうに僕は思います。でその上でですね、その意思の強さというものがしっかりしてるんですよ。コミュニケーションは取れるけども流されずに自分の意思はしっかりと通す。しかしワンマンでは行かずに全体というものを重んじる、やはり民主的なんですねっていうものがありますので、永瀬廉さんは人と関わる中で大きなプロジェクト、こういったものを、やっていくとですね、まあ非常に僕は、まあ、面白いことになっていくんじゃないかなというふうに思いました。やはりですね、本質が大物志向で、しかもこの意思決定、隠れの虎というものも非常に度量の大きい、器の大きい動物になってきますので、大きいもの、多い人を動かすことができるんですね。なので大きなプロジェクトを、まあ、進行させるということが永瀬廉さんはできるんではないかなというふうに僕としては思いました。そして次に高橋海人さん。高橋海人さんはアーティスト、もうねこれにつきますね。高橋海人さんの動物はもう僕が結構ねこのねジャニーズの方々をこうファイブアニマル見てきた中で、高橋海人さんのファイブアニマルは結構印象的だったんですよ。って言いますのは、やはり表面意思決定がライオンで本質がペガサス、これだけでもかなり特徴的なんですけども、そこに希望が狼で隠れが黒ヒョウ、もうこう来たら僕の中ではもうアーティストしかないかなというふうに思いました。まあもう実際にですね、現在もそのね漫画を描くとかですね、非常にアーティスティックな才能を発揮されているんですけども、それをもうさらに極められる、でそしてさらにそれを世界的に展開していけるからじゃないかなというふうに僕としては思いました。と言いますのは、やはりこのライオンペガサスという大物志向ですね、この大物志向2つですけども、大物志向の中でもかなり大きい、まあビッグ型と呼んでますので、その視野展望の広さ大きさというものはまあ図抜けてるんですよ。なので国内には収まらないんじゃないかなというふうに僕としては思いました。でこのペガサスライオンという動物で考えると、先ほどのセンターという話題にも出てきましたけども、センターでも合ってるんじゃないかなというふうに思う節はあるんですよ。しかしここに狼と黒ヒョウというふうに来たら、まあ僕はなんていうんですかね、センターというよりかはなんだろう、こうエース、ちょっと違うのかな、僕としては違うんですけども、あのちょっと立ち位置的に違うなというふうに思ったんですよ。まあそれは余談になるんですけども、この狼と黒ヒョウというものが来たことによって、その美的センスですね、大物志向によるその感性的なものにさらにセンス、さらに独自性というものが加わってくるので、もうこれはアーティストの道しかないなというふうに思いました。もう別にこれはね悪い意味ではなくて、まあこういう人がアートをぜひやってほしい、絶対にこれは面白いものをまあ生んでくれるだろう、もう今まで見たことないもの、感じたことのないものをきっと世に出してくれるんじゃないかなというふう期待がこのファイブアニマルからでも十分に感じられるのではと僕は思いました。そして次に岸優太さんですね。岸優太さんは自分のペースでじっくりできること、このように思いました。っていうのは、2つ目のね項目でも喋りましたけども、岸優太さんは目標思考型 90%、まあ、要するに白思考でほぼできているんですね。それによって岸優太さんの大きな特徴だと思うのがマイペース、これになりますね。これはですね、まあ、以前に岸優太さんをまあ喋ってる中でも話してきたことになるんですけども、岸優太さんは僕の中では天然キャラとはちょっと違うんですね。っていうのは熟考するタイプだと思ったんですよ。これはやはり白思考ですね。このコアラ、トラという、この2つの動物はその自分のペースというものを大事にしてますし、そのペースというものが
早い方ではないんですね。ゆっくりと物事を考えて、その上での決断を下すというタイプになってきます。で、その決断を下すまでに時間がかかるんですよ。しかしそれによって周りが本当にうなずくしかないっていうほどの、素晴らしい決断というものを下せるタイプになってきます。で、そこがテレビというああいったスピード感のある内容のものに、対応がちょっとずれてる。それによってああいった天然回答というものにつながっていくのかなっていうのが僕の分析になったんですけども、なのでそういったですね、一回、今までのですね、その金額プリンスという立場から離れたことによって改めて物事を考えるときに、自分のペースでゆっくり考えて、でその上でこれというふうに決めていく。そうすることで今までに見たことのない、また木浦さんというものが見えてくるんではないかなというふうに思いました。本当に白思考というものは、そのペースを崩されると自分の本領というものを発揮できないんですね、なかなか。なので、木浦さんがこれからですね、どのような活動をするかということは、僕の方ではですね、全然にね、その情報というのは存じ上げてないんですけども、考える時間というものは、多少なりともできてくると思うんですよ。なので、その熟考ですね、した上で今後、いろんなことをねやっていくと思うんですけども、それは今までにはないものになるのではないかなというふうに僕としては思いました。で、あえてですね、ここに補足していくのであれば、先ほども出てきました象の存在ですね。はい、平野翔さんと同じく希望に象がいます。これによってやはりそのやることの精度というものは非常に上がっていくんですね。しかしそこにはやはり時間というものがかかるんですよ。しかし今度はその時間をかけることができるのではないか。なのでですね、非常に楽しみという結論に僕としては至りました。はい、それでは最後、神宮寺勇太さんになります。神宮寺勇太さんはですね、プロデューサー的なこと、これがいいのではないかなというふうに僕としては思いました。って言いますのは、ジャニー北川さんですね。僕は以前にこのジャニー北川さんについて個人的にファイブアニマルを調べたことがあるんですよ。で、なんとなくこういうファイブアニマルだったなっていうのを覚えていたんですね。で、神宮寺勇太さんのファイブアニマルを改めて見たときに似てると思ったんですよ。で、それはですね、本質のチーター、そして意思決定のタヌキ、ここがなんとジャニーさんと一緒なんですね。で、加えるならば、表面が神宮寺勇太さんは羊で人志向、ジャニーさんも黒豹で人志向、そして希望は神宮寺さんはチーターで大物志向、ジャニーさんはペガサスで大物志向、こういったですね、共通点というものが僕は少なくない、むしろ多い方なんじゃないかなというふうに思いました。で、さらに加えるのであれば、最初に言いましたエネルギーポイントも神宮寺さんは20ポイント、そしてジャニーさんは25ポイントと、やはり高いんですね、そのエネルギー値というところが。なので、こういった共通性を感じて、僕は最初にプロデューサー的ではないか、そのように思いました。で、他にですね、なぜそう思ったかと言いますと、やはりこの表面の羊、そして意思決定のタヌキという、このやはり度量が大きい、器が広い動物というのがこの神宮寺勇太さんにはありまして、その特徴というものもこれまでも分析で話してきた中、そして、神宮寺さんの情報を見ていく中で、その兄貴分的っていうんですかね、その人の上に立って人を導いていくということができるタイプ、人を先導しながらもフォローできるという、非常にですね、頼りになる姿というものを僕は感じていたんですね。なので、その一歩下がることによっての視野の広さ、それによって人をまずしっかりと見れるんですね。で、見ただけではなくて、その人の中の可能性というものをインスピレーションで感じて、そこを臆せずに相手に伝えて行動させていくだけではなく、自分も一緒に行動できるというものが、この本質、そして希望のチーターならばできるのではないかなというふうに僕としては思ったんですね。視野の広さっていう立ち位置プラス、本質的なその行動力、実行力、そしてその
自信ですね。何よりもチーターは独善性という特徴があります。これは今までも言ってきたことになるんですけども、決してこれは悪い意味ではなく、こうした何かを始めるという時に非常に周りからしたら安心感がある、そして期待感が込められるものになっていると僕はこの場合は思いました。なので神宮寺勇太さんは、今後ですね、まあ、何かやっていく上でこのプロデューサー視点というものを、持ち合わせる方だと思いますので、まあ、そういった自分だけが何かをやるのではなくて、そういった面も含めて、周りも生かしていく、まあ、こういったことを、まあ、されていったら僕としてはですね、まあ、非常に、面白いんではないかなというふうに、分析の方をさせていただきました。以上ですね、キング&プリンス5人の勝手に職業診断、させてもらいましたが、皆様いかがだったでしょうか。はい、今回キング&プリンスリターンズということで改めて、ファイブアニマルの方を見て分析のをさせていただきました。皆様いかがだったでしょうか。まあ本当にですね、あと少しでその X デーという日を迎えますが、まあそれまでにですね、まだできることは僕の中でやっていきたいと思っておりますし、もちろんですね、それ以降も、この5人についての分析の方というものは、要所要所で、できたらというふうに思っております。今後とも、僕は、応援の方させていただきたいと思っておりますので、皆さんもどうぞよろしくお願いいたします。以上になります。今回も動画を最後まで見ていただき本当にありがとうございました。それでは、次の動画、そして次のライブ配信の方でお会いしましょう。ではまた。